藤原さん得意なちゃんことってなんかオリジナルのやつあるんですか？藤原さん、いや、ミジナルっていうか評判だったのがあの若手数とかね、それからなんだろう、まあ、焼肉のタレを作ったりね。そのわかめスープがあれですよね。そうそうそう。熊本のね。熊本のチキン。いつながる。あの時やっぱり藤原さん試合休まれて。休んでねえよ。え、休んでないですか？前半戦に出られて。試合を2試合目か3試合目か。バン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 やって、はいはい、おい、じゃあ帰る。いやいや、猪木さんね、あ、今日はちょっとわかめスープ作って。って言うんで、バーッと帰って。で、昼間のうちにあの、買い出しやってたんでね、はい、まず帰ってちょっと火にかけてからね、おもむろに洗濯機を回して、はい、自分の洗濯だけやってたって、はい、それで作ってるんでパーティーが始まった。そのパーティーっていうかあのどんちゃん酒が始まったでもってあのわかめスープを買うんか飲んでからね、酒飲んだでしょ、でみんな気持ち悪くなって、ああ、よし、で、あトイレ行ってうーって言われるんですよ。舞台のゲロのとこわかめいっぱいありましたよ。わかめが詰まるんだ、トイレがね。まあ、そうですね。じゃあ、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 ザザザザザと、廊下、水浸しでね、あの、わかめがあちこち、布団の上に、全部わかめだらけ。でも、旅館のもう酒臭っていうのをね、もう使えないってんで、もう大変だったんですよ。旅館の、あの、トイレが詰まったのは、藤原さんの、わかめスープだ。わかめですね。それからあの後藤の野郎がな。後藤さん。後藤がね、あの、うん、あ、トイレのドアがね、こういうガラ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 ってやつだったらね、そのなんか押したらしいんだよ。引いたり、なんか押したりして。ああ、これ壊れてるな。バレーンとかして。それを横に置いて、で、ゲーッとやって、水ジャーッとなくて、たたたた、おい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 、ああ、ザザザザザ、ロー水見たし。だから布団の上はゲロだな、酒臭くてね。で、殴り合いが始まったでしょ。はい、一生懸命ゴロゴロ転がってるんで、そこにスロードカーッとったら、あの、お膳がバリ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 でしょ。はい、めっちゃくちゃやろ。僕がでも記憶に残ってるのは、もう、だいぶ酔っ払ってから半分ぐらいとは覚えてないんですけど、はい、藤原さんと荒川さんが言い合いやってたのを、なんかこっからどっちが飛び降りるかなんかみたいな、なんかそんなことをやってたっていうのが記憶にあります。記憶にあったのは、あの、崖に、裏にあったんでしょうね、あそこ。で、そっちの方で、藤原さんと荒川さんが、要は、二人やっぱり主語なんで、はい、どっちがどれだけ飲んだかっていうか、言い合って、おめえまだ飲みたいねえだろっていう、どっちか絡みに行ったんですよ。はい。で、おめえ酔っ払ってんのかって言って、俺も酔っ払ってるよ、こんだけ飲んでどうのこうのって言って、で、本当にお前酔っ払ってるのかって、確かに藤原さんが荒川さんに聞いたんですよ。はい。お、俺も、もう酔っ払ってるさーとかって荒川さんが言ったら、じゃあお前こっから飛び降りてくるって。そしたら荒川さんが、いやいや、まだ飲み足りないって言って。漫才みたいなやり取りをしてたのを覚えてます。それは覚えてないって。そんなに酔っ払ってたんだ。